皆さん、こんだぎです。みなとらぎです。ちょっと、いろいろと体調不良とか重なって、間がだいぶ空いてしまったんですけれども、始めていきたいと思います。というわけで、一応、何があったか、前回は、何があったかおさらいしてきたんですけど、近江連合に殴り込みに行って、殴り込みには行ってないか。こそこそおやつさんに会いに行ったんですけど、なんか知んないけど、真島さんと冴島さんがいて、で、なんか知らないけど、ファイティングポーズを取り出して、戦い出したっていう事件が起きまして、見事に返り討ちにあったんですよね。で、もうこれではダメだということで、戻ってきたセーブデータで、進めているところでございます。ということで、ゼフさん来てくれてありがとう。アレハンドラさんこんばんは、来てくれてありがとう。シタバさんこんばんは、来てくれてありがとう。ギアさん、作業しながらバーナギ来てくれてありがとう。耳だけね、ラジオ感覚で 聞いてください。小林さん、ベーナスのお茶席来てくれてありがとう。チャッチャ焼きさんも来てくれてありがとう。体調ね、ちょっと咳がね、残ってるんですけど、それ以外は元気になりました。なんかね、やっぱちょっと、喉が不調だったので、喉への影響が一番でかかったかな。こそこそ勝ち込みた伝説で言うと、そう、帰り道にあって、で、ちょっとまあ休んでたりとかしてる間に、まあこれではいかんということで、バトルアリーナにめちゃくちゃ行ってきました。ちょっと見ていただいていいですか？頑張りの成果。春日一番さん、現在レベル78です。前回戦った時が、42だったんですよ。前回の、近江連合に行ったことの時が、レベルが42だったんですよ。で、現在78です。で、で、ジョブ見ていただいていいですか？ジョブ確認いいですか？まあ、ちょっとフリーターと勇者あれなんですけど、用心棒レベル28、ホスト29、ダンサー10なんですけど、悪魔29、あと、機動隊とか、占い師28とか。で、ジョブって、レベルの28までが、キャラ専用技と、ジョブ専用技を覚えるんですよ。なので、レベル上げられる人たちは28まで上げました。上げられるところまで。で、超天佑さん、今現在レベルが、超天佑さんもレベル、今、ね、全78です。基礎のレベルは78です。で、ジョブも、今、できるやつが、転職できるやつは全部今、極め技使える状況ですね。今、マフィアにしてます。はい。で、ハン様も、こんな感じですね。ハン様もこんな感じです。ハン様今、ホストにしてます。ちょっとやっぱりね、6の、ハン純喜といえば、スターダスト、オーナーをやってたってことでね、ホストにしてます。で、なんちゃんはね、全部できるんですけど、まあ、なんとなく、こんな感じで、今、機動隊にしてますね。で、エリさんと、さっちゃんは、もう全部、できるんですよ。で、技はもう全部覚えられてるので、2人は回復専念してもらおうと思って、とりあえずアイドルにしてます。ね。これからほら会いに行くのが、真島さんと冴島さんだから、なんか二人にゆかりがある服がいいかなと思って、まあ、ちょっとハン様ゆかりないけど、秋山よりはやっぱホストはこっちかなと思って。あ、やっぱ冴山に関しては冴島さん知らない可能性が高いけど、まあ、足立さんはこんな感じですね。足立さんは占い師にさせてますね。という。エルさん、こんだけ来てくと、ひよ。そうなんです。暇を潰しすぎました。本当に。で、装備品見ていただいていいですか？
1番は伝説のユーチャパテも極みプラス6です。はい。で、今日のマフィアの極東も極み、ホストも極みにしてて、で、機動隊だけまだね、アイテムが揃わないので、極みにできてなくて、で、アイドルも極みにしてて、で、これもね、ちょっとね、カジノの景品とかなんですよ。極みにするアイテムの。でね、そこまでやる余裕がなかったって、景品のあれが高すぎて心が折れました。はい。でね、バイトクエストとかも見て、あとこんだけなんですよ。あとこんだけなんですよ。カッパも終わらしてます。レスキューはね、ちょっとこれがね、この出てるのをクリアしないと次のが出ないので、ちょっとね、非効率なんですけど。で、チャレンジモードもね、まあだいぶ、こんな感じですかね。まあ、この辺は、あれかな。バトルとかも、このアイテムをね、取ったりとかみたいなのを、いろいろやったりとか。で、ちょっとがね、どうしても、ちょっとこの映画鑑賞とか全然やれてないんですけど、まあ、カラオケ全部やったりとか、ちょっとホームラン打ったりとか、あとは、ま、ゴルフやって、ダーツも、対戦したりとか、この辺のね、カジノとか、賭場とかを全然行ってない感じですね。で、麻雀もやれてないですね。はい。こういう感じです。はい。っていうのをずっとやってました。で、カラオケもね、あ、カラオケこれで見れないかな。ちょっとカラオケ頑張った、カラオケ頑張ったせいかちょっと見ていただいていいですか？よっしゃ、歌うぜ。4曲1位なんです、今。4曲でね、1位取ってるんですよね。っていうね。っていうのがあったりしてますと。ということで、今日はまず、絆ドラマからやっていこうかなと思います。じゃ、まず、ハン様。ハンチンさん来てくれてありがとう。ハン様の、いや、絆ドラマをね、配信で見たかったから、ジョブが全部マスターできなかったんですよね。ノンブラスなんだよ。誰も飲まねえなら、俺飲んじゃおうか。せこいこと言うんじゃねえよ、ったく。ついさっきまで、そこにハン・ジュンギがいたんだ。ハン・ジュンギ？でも、じゃああいつ、どこ行ったんだよ。急に店を出てってな。電話で誰かに呼び出されたみたいだ。ハン様の絆ストーリーはなんかあれだったよね。そういやあいつ。そうそうそう、神宮の残党に狙われてるっていう。って話だったな。なあマスター、ハン・ジュンギは今店出てったばかりか。ああ。おめえさんとほとんど入れ違いだった。わかった。ちょっと俺様子見てくるわ。よし。いる？頼んだ酒も飲まねえでよ。慌ててどこ行くんだ。頼んで作ってる間にあれなのかな、呼び出されたのかな。あれ、あ、でも割と近くにいる。いやでもこんで、これさすがにハン様気づかないほどアホじゃないでしょう。ハン様だよ。ハン様、さあ、まあそこまでうかつな。一番気づいてるでしょ。あ、いなくなっちゃった。見失った？あ、いるじゃん。いるじゃん。奇遇だな。自分で言ってて恥ずかしくないんですか？何かだよ。最初から気がついてましたよ。
あなたに尾行されていたのは。やっぱりバレてた。気づかないふりをしてたのは、人前で恥をかかせたくなかったからです。拍子。だからこうして人気の少ないところにお招きしたわけで。お気遣いいただいて。まあ、そうだよな。春日さんは私を心配してくれたのでしょう。責める気はありません。狙われてるって話してたからね。しかも都合いいことに、お、今はちょうど手をお借りしたい状況だったんです。マジで？うん。一人では入りづらい場所に行きたいんですよ。少しお付き合いいただけますか。行く行く。へえ。あんた、アンサムが一人で行きにくい場所ってどこだろう。アンジュンギ。たまにはいいでしょ。アイズボックスさんこんばんは、来てくれてありがとう。わらべさんもこんだけ来てくれてありがとう。一人で入りにくいところ、二人じゃないと入れないところ。これで牛丼屋とかだったら可愛いけどな。ハウスさんは牛丼屋一人で、赤牛も一人で入れないんですみたいな。あー、なんだよ、流星劇場ストリップ小屋、しかもショーやってねえし。足立さんにしなよ。見ての通りです。どういうことなんだ、なんでこんなところに。実を言うと、私のことをつけていたのは春日さんだけではなかったんです。あ、おびき出したの。しかし彼らはコミジュルの目が届くところではなかなか姿を現してくれないのですから。ちょっと離れたかったんか、コミジュルから。サバイバーコミジュル近いもんね。我々の監視に気がついていたわけか、イオンス。あ、ヨンス呼びだ、キムヨンス。こんな人気のない場所に誘い込んだ。人気のない場所。バンバン後ろ人通ってるけど。コビジュルの人がいないだけで人気はあるぞ。隣駐車場だしな。停留会近いし、ここ。人気のない場所か。ええ、人言派の生き残りです。ハン・ジュンギの名を聞きつけてきたのでしょう。コミジュルによれば、7人が偉人町で私を監視していたようです。お、ぴったり。その全員が私の周りに現れたと報告が入りました。つまり今なら彼らを一網打尽にできる。だからここにおびき出したってことか。さすがに私一人では手に余ります。が、折よく春日さんが私をつけてきてくれました。あなたの助けを期待しても構わないでしょ。もちろんだよ。だったら一言言ってくれよ。よかったろ。なんでこんな土壇場で言うんだよ。言えばあなたは顔に出てしまいますから。そうだね。私があなたに求めるのは器用さじゃありません。人言派はいずれ必ず立て直す。だがお前にそのボスたる資格はない。軽々しく半純義を語るな、裏切り者。やっぱそういう風に見えてんだよな。そういうことだよな。さて、じゃあ、なめんなよ。じゃあそんな分からず屋には、あ、しまった。そんな、じゃあ分からずやにやと思ったけど、どうしようかな。そんな、そんな分からずやには春日社長からのお仕置きかな。ド派手にぶちかませ。人目が少ないって言うからさ、人目少なかったらいいよね、このぐらいやってもね。こんぐらいやってもね、許されるでしょ。よし、あ、お前やるな。お前あれ食べたのか、やるな。お前やるな。お前やるじゃん。じゃあちょっとかっこよく決めてもらおう。よし、MP を回復するのすっかり忘れてたわ。春日さん、油断なさらずに。ホストの極みを断ち切ろうと思った。逃がさないでください。ねえ、分かったよ。けど
これ以上こいつをどうするんだ。コメジュールに連れてく？もう十分だろ。まさか命まで取るってわけじゃねえよな。さてどうでしょうね。お、過激派か？キムヨンスにそんな真似はできん。顔形だけの半純義、半端者だ。ボスが死んだ時も顔面焼肉やっとく？カムロ朝練逃げるしかなかった。筋がね、でもアレクサどうなんだ。ハン様自らいろいろ出向いたっていうのもあるんじゃない？のための影武者だった。確かに私は本来の影武者としては機能できなかった。役立たずと言われるような。カムロ朝練狙われてるんだったら、まだしも尾道で殺されてるからな。しかし今、しかも殺し屋に。私が半純義でいる理由はあなた方のためなんですよ。人言派を乗っ取る気などありません。なんだと？話してみろよ。どういう意味なんだ？半純義が殺され、組織が壊滅したあの日、それからあなた方はどこで何をしていました？なんだと？何が言いたい？おそらくどこにも行き場のないまま血を這うように生きてきたのではありませんか？そうだよね。自分がそうだったもんね。反純義というリーダーのおかげでたまたまやっと居場所を得ていた組織の人間ソンヒリ拾ってもらえたから、よりどころはそこにしかなかった。コミジュルにいるけど、組織を失った後はどこにも受け入れてくれる場所はなかったはずです。どこのコミュニティからも迫害されたって言ってたもんね。実際私もそうでした。偉人町のコミジュルに救われたのは運が良かっただけに過ぎません。だから私は行き場のないあなた方にも同じように手が差し伸べられるようにしたかった。こういうことだったんだな。しかし散り散りになって地下に潜ったあなた方を探し出す術はありませんでした。だからこちらから探すのではなく、そちらからおびき出したんだ。偉人町に出向いてきてもらえばいい。もしも死んだはずのボスがいると噂に聞けば、あなた方は事情を確かめずにいられないはずです。そしてその正体がボスの名を語る影武者だったとしたら、そのまま見過ごしちゃおけねえ。キム・ヨンスのことを知ってたもんね、今のね。ヨンスって呼んでたし。つまり偉人町にやってくるわけだ。ちょうど今のこいつらのように俺たちを救うためだと。コミジュルに迎え入れる用意があるってことか。ところで私のことを嗅ぎ回っていたならコミジュルの名も聞いたはずです。本日も知ってるしだろうしな。しかしコミジュルの者たちがどんな羊なのかはまず知ることはできなかったでしょう。コミジュルの羊？コミジュルは韓国から断続的に送り込まれ、カムロ町に敗れていった人言派の内ウドたちです。何？1980年以降散り散りに落ち延びた彼らが偉人町というグレーゾーンにたどり着いた。だからコミジュルには私やあなた方に手を差し伸べる用意がある。この手を取ってもらうために私は反純義を名乗り続けているんです。ハン様、行き場をなくした同胞たちを最後の一人まで救うまで。そうか、そういうことだったのか。ハン様、ああ。孫妃にやってもらったことを自分もやってきたいんだな。なあ、たくよ、どこまでも一人でカッコつけやがって。あなたにはご迷惑をおかけしました。感謝していますよ、春日さん。さっきの連中はコミジュルに合流するって？ええ。迎え入れてくれる場所が一つあれば、人は外に向かって戦う勇気を持つことができます。コミジュルを足場にいずれは自立してもらいたい。アン様すごい先のことまで考えてる。私はそう考えています。
真面目か。チャラい格好してるくせに。この姿は私の敬愛したボスのものです。今戦闘の服はすごくチャラい格好してるけどな。一番敬愛してる人の。ちょ、マジなんだって。冗談だよ。冗談でも言っていいことと悪いことがあります。お、そして今ハン様。許される言葉ではありません。本物のハン様に関しては本気か？あなたでなければですがね。ん？心許してんだな。自分の素性をここまで明かしてしまったのは、孫妃の他にあなただけです。あなたにはもう隠すことがなくなってしまった。キムヨンス。どうだい？そいつはさぞすっきりしたんじゃねえか？悔しいですがそのようですね。たまには仮面を外すのも悪くない。すると我々はもう友人ということでいいんでしょうか、春日さん。いやもうとっくに友人だよ。らしくねえな。そいつを言葉で確かめるのは野暮ってもんだぜ。これは失礼を。いやーでもいいねー。これでハン様は絆マックスだな。あくまでできるぞ。で次は蝶。今日は、まあ、総帥やめての話だよね。お、蝶のやつ一人、もうすっかり常連気取りじゃないの。あ、春日君、ちょうどいいや、待ってたんだよ。ん？なんだよ、何かあったのか。というわけで結論から言うとさ、偉人町にマブチが舞い戻ってきた。あいつ戻ってきたの？は？マジか。だってあいつ偉人町追放されたよく入れたね。困っちゃうよね。あれ、マブチのやつせっかく見逃してあげたのにさ。何考えてんのあいつ。偉人町に戻ってきたってことは、あいつハンピン・リューマンに返り咲く気か。どうかな。もうそんな力は残ってないはずだけど、手下はほとんどあいつの元から逃げてったし。じゃあまた近江連合を後ろ盾にしてる。いやそれはないんじゃない。今のマブチに近江がそこまでする利用価値はないかな。じゃあよ、マブチが戻ってきたとこで別に大した脅威じゃねえのか。多分そういう状況だと思う。マブチはもうすっかり落ち目だよ。嬉しい？人を笑う趣味はねえよ。とどめを刺しに刺してこいつ。人を笑う趣味はねえよって言いそうだよな、一番。あいにく人の落ち目を笑う趣味はねえよ。慰めに行ってやる義理もねえけど。寛大だね。春日君って時々ちょっとかっこいい。時々で悪かったな。ただ前にも言ったかもしれないけど、問題は孫妃さ。なあ。ああ、そうだよね。そうだよね。あの場にはいなかったけど、バックにマブチがいることは間違いないんだもんな。今、彼女がハンピン・リューマンのトップ。マブチが戻ってきたのを知ったら、間違いなく彼女はマブチを殺す。結構血の血多いもんな、総妃。で、お前はこの状況をどうしたいんだ？コミジルが動く前に、もう一度マブチを偉人町から追い出したい。見殺しにはしたくねえってことか。いや、蝶も優しいな。ね、つくづく自分は甘い男だと思うよ。なんだかんだあいつのこと仲間だと思っちゃってる。もう仲間でも何でもない。自分を殺そうとさえ思っている天敵なのに、ね、でももう総帥じゃないから。甘い男でいいじゃねえか。蝶を狙う理由もなさそうなんだけど。そういう男の方が好きだぜ。なんだよ、蝶ってやっぱり人間くせんだな。ちゃんと人間なんだな、お前。春日君、僕を何だと思ってたんだ、ね、ちゃんと人間なんだな。失礼な人だね。だが、コミジュルより先に動くとしたら、そうのんびりもしてられねえな。
もし真淵の居場所が分かったらすぐに動かねえと。そうだね。俺でよかったら手貸すから言ってくれよな。ミチュルよりも先に探すって結構大変だぞ。ありがとう。お人よしだね君は。お人よしは嫌いか。いや嫌いじゃない、むしろ好きだね。ならよかった。いやーマブ蝶の絆ドラマ、蝶との絆ドラマ、マブチなの。あ、ご飯食べ行こう。マブチなの？マジかよ。野村さん、こんだけお帰り来てくれてありがとう、ただいま。さて、ここにずっとね、サブストーリーがあってね、ここ、一番聖火にもね、一番聖火とか一番ホーリングスにもね、エリちゃんのなんかサブストーリーがあるんですけど、ま、これは帰ってきてからでいいかな。ってことで、ま、ちょっと絆ドラマも見たので、早速。二度と笑えなくてやせんのか。さて。早速、行っちゃいますか。リベンジマッチ。リベンジマッチ行っちゃいますか。俺の番だな。どうした？見せてやるよ。地霊名よりの一個。逃げるなら今のうち。おい来た。マブチぶっちゃけなあ。何食べ行こっか。私の番ですね。そう、なんでご飯を食べに行こうとしてるかというと、あの食事、食事のあのなんだっけ、ご飯食べた時に見れるさ会話のやつをあんまり見てなくて、であれさ、なんか配信外でやるのちょっともったいないなと思ってたから、やるなら配信中で面白いの見れたらいいなって。でどのタイミングでさ、どのあのあれが見れるかがわからないから、あ、せっかくここ近いからオモリの地下行こうか。どれぐらいの話がどうね、どんだけあるかがね、ちょっとわからない。いらっしゃい。よし、じゃあ全部ちょうだい。いただきます。わあ、この葉っぱうまいわ。葉っぱ。やっぱり、あんたはそういう野草的なものが一番しっくりくるんだな。失礼。あまりもような目をするんじゃねえよ。失礼。普通にうまいと思っただけだ。そうか。なんちゃん、しかも。しかしこれサンチュだっけか？レタスとは違うんだな。潜入のためになってたホームレスだからな。レタスの仲間で会ってますよ。お、ハンサーも出てきた。韓国料理では肉料理をサンチュで巻いて食べたりしますね。ほんじゃ、サンチュに合いそうなものを頼んでみるか。お、追加注文。水。いやもうこんなんサムギョプサルでしょ。おお、カリカリの豚肉にさっぱりしたサンチュ、最高。サンチュにぴったりな、いい料理を選びましたね。そりゃよかったぜ。ごちそうさまでした。ありがとうね。
もはや行く手は阻むものはないレベルになっとる。お忘れした。あ、気づいちゃった？気づいちゃった？私の体調不良で休んでる間のどれだけ暇だったかって。どれだけ暇だったかって。お分かりに、それではお分かりになって。お分かりになって。前回が42ですからね。今、もう80手前ですよ。ずーっとね、バトルアリーナを往復してました。で、ジョブランクを28まで上げたらジョブチェンジしてみたいな感じにね、してました。ということで、もう、このまま、ほろ酔い気分で行ってしまいましょう。大海連合。それでは、出発いたします。今回はちゃんと真島さんと西島さんの衣装をリスペクトしてるからね。これですか？おせえよ。これちょっと一回見たけど、もう一回見ようね。する気だよ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだ、お前。大見連合の本部室。この電話、密電話してる間。来た幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。一番前夜祭ってか。偉人町にいると思って話してるのが。前が出入りしてるのが見えるよ。え、見えるって。兄貴、じゃあもしかして今。の。呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも大見の本部に来てる。すぐ目の前だ。カッパはコンプした。あ、猫ちゃんだけやればよかったな。猫ちゃん、あとね、ロブソンちゃん探してって言われてんの。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろ。なんで来ちゃってんすか。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって俺はちゃんと言いましたよ。このはちまったのはしょうがねえだろ。水がかわいさすぎる。気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。赤スーツのもじゃもじゃってな。大海の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか。冗談言わないでくださいよ。メズ、俺はおやさんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いやだから。まだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな。いや、この三人がさ、マジでやるんすか。よし。もう一回、おやさんの居場所が分かった。一回会ってるからもうあれだけどさ、に聞き合って2週目なんで。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫。真島さんと西島さんと、みんな、大悟なんだもんな。ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今、ここで抜けてもらって、構わねえんだぜ。おいおい、今更何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。
レベル78で大堪能したけどな。いいもの持ってきたよ。お金持ちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。ここのさ入る。おれおれ、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。ピザ頼んでんのちょっと可愛いよな。誰が案内したってや。大見連合ピザパやろうとしてんだよ。こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首などをして待っとったんやで。この後何台止めれんねん。あ、誰か確認せえや。おい、酒屋はまだかいな。酒屋が来とらんちゃうか。ピザパー、大見でピザパーや若い収容なのかな。20代のってとこだ。みんな怪しまれんなよ。さ、やるぞ。またやるぞ。いやね、そう、体調、だから体調戻ってからが本当に暇なのはそうなんで、まあ、ね、それが、療養期間で、なんだけどね。ねえ。あっちにしてるんでしょ。いや、かっちゃん出てほしかったな。だろう、俺たちのように紛れ込むやつがいないか警戒してるんだろう。ここで潜入がバレたら相当やばいと思うけど、どうする、春日くん。ここまで来たんだ。もちろん引くわけがね。まあ、そうだろうな。せいぜい見張りに見つからないよ、慎重に行くと。ああ、わかってるって。俺の後をついてきてくれ。さあ、前回は、一旦ちょっと、結構飲みましたね。みんなほろよ。ここに行くんだけど、ここにアイテムがあるんだな。でもこれ一個上から降りなきゃいけないのか。よいしょ。道間違えたな。こっちじゃない。こっちか。あ、でもそうか、でもここ通れないのか。あ、よく見たら、ここアイテムあんじゃん。そう、前回なんかさ、ハンサマバレるって!ハンサマバレるって!ハンサマバレるって。危ない。油。あ、出ました。バレたバレた。一番ええと思ったら、よし、今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。わかってるって。次は気をつけるよ。あ、こういう会話があるんだね。でさ、これアイテムがあるの。前回こういうの全く取らなかった。開けてみるか。やったぜ。見えてる見れ見られてるけど、それはセーフなんだな。
寿司落ちてる。よっしゃ。な、これ確か前回も同じだったけどさ。なんで開けた瞬間前にいるんだよ。これでもどっか絶対出張るよな。こういうとことかアイテムありそうだよね。多分このまままっすぐ行くと前回ねアイテムが取れなかったんですよね。ちゃちゃちゃ、危ない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 危開けてみるか。開いたぜ。お、お、いかにも扉だな。この先かな。この先のもうちょっと行った先だね。ここにアイテムが。天国コーヒーが落ちてる。さすがだね。さすが帯連合だね。あれだって戦国コーヒーって虎之助プロデュースでしょ。戦国虎之助プロデュースのコーヒーでしょ。あれは、あ、それでここが前にね、開けてみるか、極み2で飛龍さんと大悟が来たところで、鬼滅魔島編で魔島さんと寺田が来たところだね。開けてみるか。開いたぜ。よし。おう、なんやお前ら。え？でも、ああ、竜の間に行くとこなんすけど。めちゃくちゃ上げたけど楽勝なのかな。そこの階段上がったとこ。そもそもの。お前ら、大根に呼ばれた。そこそこの そもそもの強さっつのがあるやな。あなたのおやっさんっすよね。ええ、そうなんですよ。大根が呼んだなら。誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に大工の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで、名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅い。
仕方ねえだろ。それな、キリュウさんだったら、いや、めでたい名前やの。伊達誠って言ったり。よく言われます。助かったってか。大工がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや、笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ。一気に行くぞ。毎回ここのさ、足立さんがさ、警察官の発言じゃないのよ。やってもらう。よし。よし。本気でやってん。なんかまあ、ペッパーミルブロー、まず1体倒しとこうか。あ、もう通常攻撃で全然余裕ですね。来るぞダメだ、ドキドキするわ。よし、これでいい。行こうぜ。あー、ドキドキする。いや、いやいやいや、やっぱドキドキするわ。くせ者、出会い出会い、ちゅうとこか。無言で撃ってくる最上馬さん、めっちゃ怖いんだけど。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ、カズが。やるな。やるな。毎回思う、やるな。仲間を呼ぶか。それやったら安心せ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。違います、伝説クラスです。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東上界に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。いや、来たよ、元登場株射程頭直帰ます、島組組長町間五郎。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。そして元登場会直系西島組組長、西島タイガー。魔法抜かせ兄弟。まっ、さ、三系作戦以来だぶね。さっきから体がうついてしゃあないわ。三系作戦以来ってことでしょ。行くで、マジマゴロ会議。それぶりの喧嘩ってことだよね、マジマさんね。あー、来たー、リベンジ。ほんま楽しみや。いや、でもさ、だからさ、キングさんもいなくてさ、うん、その相手がいなかった割には体なまってないの、すごいよね。どうしよう。とりあえずバフかけば。
DJ ねかけて、あーでも天竜はな、あ攻撃しちゃおっか、これね新しくこれかっこいいんすよ、マジマリスペクトしてるかマジマと最初はリスペクト中ですから今誰の服を着せてますよちゃんと。よしで、どうしよっかな、命中率上げとこっか、命中率上げて1番は また本気でやってんやん、これ取っておきだ、そうこれで体力復活ができるから、やんのか、よし、いやーどうしよう、でもちょっと覚えた、よしよし大丈夫大丈夫、あとこれかっこいいんだよね、そして最後がカマキリ、一回ずつみんな引いて絆技使おう、よしよしよし、で私が相手です、逃げるなら今のうちだと、かかってきなさい、見たんじゃな、本気でやってん、見せてやるよ、盛り上がってきた、次のターン私の番です、やってやるぞ、で来てるよ、ウッホー来た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 、でここで分身が来るから、ほら来いよ、よいしょ、ナイス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 、来るからここで全体攻撃でしょう、シャンパンいただきました、それ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 、影ノリノリだ、スターダスト、スターダストらしい、よしでこのままもう一回全体攻撃だ、これかっこいいよ、
し。ほらやるぜ。で、やんのか。勝てると思う。で、遊んでくんないかね。よっしゃ、行くぞ。はあ。で、おいで。勇者の一撃よ。そろそろいいか。できちゃうわけですよ。あー、冴島さんも来た。しゃあないな。眼帯の男だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。で、ここでさっちゃんにチェンジ。私の番です。ほら来いよ。自分の攻撃力曲げよう。ショルダータックルに耐えられる。嬉しい。嬉しい。で、水拳。よしよしよし。誰か呼ぶ？あ、呼ぼう。チャンさん、チャンさん、チャンさん。でもチャンさん、あ、でもチャンさん、ま、マジのことは知ってるかもしれないけど、最初のこと知らない可能性があるよね。交差してないもんね、チャンさんね。よし。で、さっちゃんは、よっしゃ、行くぞ。いや、わざと帯連合まで、すいません、オタクの皆さん。オタクの皆さん、帯連合までわざわざ、すい、申し訳ないですね、来ていただいちゃって。さて、さて、あと思ってる。あと何しよっかな。やるか。このアキヤマバリの足技。さあ、どっちもオーラまとっちゃったな。何それ、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 知らない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 。何それ、何、し、死んじゃう。ないよ。死んじゃう。そんな。なめんなよ。死んじゃうよ。ちょっとキリュウさんでも食らったことない技をちょっとさ。一番にやるのやめてくれる？そんな大技今まで出したことなかったじゃない。いや、もう一回、もう一回これよ。シャンパンいただきました。それ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 。お、
サイジマさんノリノリだね。まだ終わらない。いやでもここ一旦回復した方がいいな。出し惜しみしませんよ。もう勝てると思ってるよ。もう一回誰か呼ぼうか。ジエさん来てもらおう。ジエさん呼んじゃおう。いい差しを頼むで、リエさん。ジエさん、頼むよ、ジエさん。情けない情けない真島さんやで。情けない真島さんが出ちゃった。よし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 。じゃあおめでとう。おめでとう。俺の番。かかってきなさい。じゃあもう一回聖剣やっとこかな。リザルトじゃんこれ。じゃあもう一回もう一回やるか。西島さんすいません、再度ちょっと近江連合の本部までオタクの皆さんすいません。本当秋葉原からはるばる偉人帳でもないから。レベルさこんだけ空いてさ、ジャストガード入れてさ、ヒットポイントの3分の1持ってかれんだよ。やばくない？あ、ほう。いくぞーい。食べに行きましょう。一回燃やしとこうかな。あ、よし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 。これはまあ大丈夫なんだな。じゃあちょっともう一回かっこいいの見とこう。派手に行こうか。この技かっこよくて使っちゃうんだよな。でさっちゃんはじゃあ何しようかな。大きいとこ今稼げようか。強くなった気がするぜ。かっこいいやつで倒せばよかった。いやいや、思ったより
らせてもらってるよ。化け物だぞこいつら。化け物ですよ。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたってのみんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。あ、おやっさー。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。へ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。そっか、みんな見るのは初めてか。おやっさん。イジ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。うわあ、元東条会六代目会長堂島大吾。東条会の六代目。変わらないね。六代目。と若返った。あいつがうちに行った男で一番です。なんか東条会あれ。若返ったかい？ちょっと痩せた？春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だからはい、全敗したけど。本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。真島のおじきなんだな。もう少し人の話を聞いていただかないと。あ、なんちゃんと足立さんが自然と一番の前に立つ。おい、どうした、二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ荒川。慣れてるから大丈夫だ。俺も意地を打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。いや、長かった、ここまで来るの。いろいろと。続きは今度やな。春日一番。もういいです、もういいです、もうやれませんよ。あー、長かった、ここまで長かったよ。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も西島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。そうだね、2年前のカムロ町産経作戦以来。どこにいたんだろう。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の産経作戦って、若が始めた浄化作戦。カムロ町から去ったみたいな描写だったけど。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのは、おやっさん。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、
イジ。いいんだ。俺からきちんと話す。荒川の親分は大悟から言ってくれんだ。ってわけじゃない。搭乗会の内部情報を漏らしたのは、俺の了解を取った上でだった。え？多分やっぱ知って。俺が頼んで、荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。一番が乗り込んだのは。それで終わりじゃないですよね。不良の事故みたいなもんだもんな。言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね。六代目。でも一番なら来る。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。思ってた。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。いや、なんちゃん嬉しそうなの、いいな、嬉しいな。ことの始まりは、マサトが青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカモロ町産経作戦で東上会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな、うん、そうだね、暴対法があれば。おやさんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。沢城？マサトの要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。マサトに従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城はマサトを俺よりも甘やかしまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。法上会がなくなって荒川組だけ残るっていう話になっちゃうもんね。だから雅人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が雅人の頼みを断ったとして、雅人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東上会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長はマサトとは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もジジイ殺しやな。そのジジイの中にはお前も入ってるで。兄弟、もし登場会の情報を引き渡さなければ、冴島さん、何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。そうだね。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。登場会の大門が奴隷の証。言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。それが日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだ。これが渡瀬の兄貴なのか。出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東上会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。すげえことが起きようとしてる。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。渡瀬はそんな男じゃないでしょう。そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。
ああ。明日はここ。ミツの言ってた大きなことってこれか。誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから、一人でも多くの味方がいるんだよ。それも、絶対に信用できる味方だな。ミツがそう言ってなかったか、一番。ミツはどこまで一番に話してたんだろう。景品判定でね、言った時はまだ詳しくは話せませんって言ってたけど。でも、ミツは知ってるけど、何しろの頭は、あれ出てきちゃった？なるほど。ああ。昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。そうだね。性格は知ってんだろう。ミツの、言ってば、真島佐江島とは戦わずに。話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ。一回死にましたからね。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな。余計なお世話ない。おめえには関係ねえだろ。したな。今日は、したな。これから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。いやー、ついに来るぞ。登場会のあの人たちも。この日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやつさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやつさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。それはもう、まあ、おやっさんの力には絶対なるよ。俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で行ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合ったな。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。すごいな、ミツ今どのくらいのポジションなんだろう。おい、一番、荒川さんたちの話じゃ今日はマジで死ぬ気で備えとかねえと。大見の本部に行ったらもう後戻りはできれ。いいな、準備をしろと。ちょっと待って待って、呼んだら来るのこの人。うっそ、うっそ、うっそ、お前もかい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何登録してんのねえ、何登録してるの君たち。ちょっとちょっと開けてない金庫あったわ。開けてみるか。開いたぜ。ちょっと君たち。ん？ん？いやー、まあ、とりあえずリベンジは。リベンジはなんとかできた。いや、なんか、ちゃんと育てておかないとさ、ん？なんかもう一回行ってさ、レベル足りなくてさ、ちょっともうちょっとレベル上げ必要ですってなるのもちょっと悲しかったからね。この、コロナで、できなかった分の、ちょっとやりました、上げた分の回はありましたね。いろいろと楽しんでできたんじゃないかな。なんかさ、別に拾わなくてもいいんだけどさ、やっぱ拾いたくなっちゃうんだよね、これね。あー、いやー、どうする、行っちゃおうか本部。特にね、ここでやることはもうないから、
本部行っちゃおっか。敵めんどくせえな。めんどくせえな。千葉の雨さん、こんだけ来てくれてありがとう。ちょいちょい拾ってはいるから、行っちゃおっか。どちらまで？お、ウィレンゴ。あ、そうですか。でもなんかジョブ変えようかなと思ったけど、行っちゃおう。それでは。伝説の男を呼べるようになったよ。いやでもあのジジイ呼びし、ジそのジジイお前も入ってんだぞが一番面白かったな、冴島さん。うわーすげえ、全員呼び連合。あ、おやさん。いいねえ、いいわ。おお、そうだ、遠藤。あいつ名前なんだっけ？天道だ、近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。なんちゃ知ってる？どこで？ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるや。なんで踊れがここにおる？どないして入り込んだ？大体客や。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。うわ、すごい言い回し。ほう、そいつは関心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。煽るね。何？異人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。やっぱ天道は青木亮に言われて、若に言われてきてるもんな。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。スーパーヘビー級のボクサー。あの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。とんでもねえことしてる。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。これもし、あ、またセロハンキー変わってないっすね。出ないですね、渡せな兄貴。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。八代目近江連合若頭直参、渡瀬組組長、渡瀬勝。あ、でも三つが行くんだ、そこ。結構見ずちゃんとした位だな。カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。さっき読んでたやつかな。
わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。言ったう、嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますやん、頭。何言うとるやん。来たね。うわー、すげー。あ、来た。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここにいる。あー、すごい。東条会も近江連合、オールスターすぎる。本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、そんなわけあるかい。ボケ。ミツがそう言ってなかったか、一番。思い出したか。ええ。でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局、頭がすげ替えられただけで、新たな頭争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから、根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬かな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。あ、やっぱそうなったんだな。そして当時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。そうだよね。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは産経作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。一つは産経作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその産経作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。あ、玉平大吾。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非常な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させた。ああ、そういう、それが目的なのか。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやっさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。すごいなぁ。うわぁ、すげえメンバー並んでる。
さすがだ。さすがだ。さすがすぎる。今日のために念入りに解いてきたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。いやさ、やっぱ登場会伝説の感じ。すげえ。感心してる場合かよ。こいつらが全員オウミの幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声上げんなって。嬉しかねえよ。ウキウキしてる。こちらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊らも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど。あ、ペンド来た。そういうことやったんですが、荒川天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる。ハイジャマが相手します。おもろないわな。え、お前も裏切るんか天道。え、味方になると頼もしいね。こっち側なの。それでも全然天道足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩伝説の極道たちと一緒によ。この場絶対桐生さん痛かったでしょう。何名前捨てちゃってんの。くそ、こんなん桐生さん一番痛かった場所じゃん。うわー、私の番ですね。で、あ、あそこに西島さんがいて、余裕で見てんね、二人。あそこに西島さんがいる。天童どこいんの。あ、天童いた。天童あそこにいる。じゃあどうしよっかな。じゃあかっこいいことしとこっか。うん、どうよ。勝てると思ってる。本気でやってね。バカよ、一番上手だったね。ほんとね。誰呼ぶ。呼んじゃう。いるけど。いるけど呼んじゃう。ちょっと使ってみたいもんね。ちょっと目の前にいるけど、ちょっと横から、ちょっと。すごっ。やべえ、黒だ。やるな。あれ耐えたのか。じゃあかっこいいので決めようかな。紅茶さん来てくれてありがとう。しげもりさん、こんばんは、初見です、来てくれてありがとう。楽しい。
やばいやばいやばい。渡せ。狙われてる。誰か。真島さん。冴島さん。あれ？いっちゃう。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな。道島の龍が。いたの？うわー、名前捨ててない、キルカズマ。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。すごい、今、大悟の目がめちゃめちゃキラキラしてた。あんたは用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。いたっちゃー。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでもない。イリオさん。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。わあ、揃っちゃった。いやー、もうよっしゃ、おかわりと行こうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。いやー、ちょっともう一番も張り切っちゃった。ぶっ殺してやるよ。かかってきたまえ。さーて、してみろ。どうだ、どうだ、どうした。どうしよっかな。ほら来いよ。一旦一旦ちょっと爆弾投げとこうかな。よいしょ。俺の番ね。してみろ。舐めないでくれる？よし。どうした？出せると思ってるよ。俺の番。残り一人になっちゃったな。誰がいいか。冴島さん使ってと思ったんだけど、一人に使うのちょっともったいないよな。本気でやってよ。じゃあ普通に戦うか。どうしようかな。近江連合の人にはに近江連合ちょっと、どれあれ、兄貴ちょっと、うん、私の兄貴ちょっと一旦破壊しときますわ、天井あたりを。ド派手にぶちかませ。あ、ちゃんとでもここのシーンでも脱いでるのいいな、一番。ミク、こんばんは、来てくれてありがとう。ジュンヤさん、こんだけ来てくれてありがとう。いやよっしゃ。これで全部け。やったぜ。ボタンポチってしただけだけどね、一番。一戦目も二戦目もスマホポチってしただけなんだけど。ああ、みんな行っちゃう。ああ、みんな行っちゃう。じゃあな、カスガ、一つ借りとくぜ。よう、イジ。おやさん。おやさん。すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。スマホポチってしただけなんですけど、すいません。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。渡瀬の兄貴どうやって連絡取ったんだろう、飛龍さんと。いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやさん、来た時の大悟の目がキラキラしてたのが本当良かったな。
本当によく生きててくれた。嬉しそうなのが現れてたもんな。イジ。わあ。もうずっと言って欲しかった言葉じゃん、一番。おやさん。待った、18年待った甲斐があったよ。18年分の。ああ、やっさ。ああ、感謝届提出。東と西の最大勢力だからな。星水くんとか星水くんとか驚いてんじゃない？えー、って星水くん驚いてるでしょう。そんな感じなかったじゃんって陽明連合今大慌てじゃない？あ、戻ってきた。おいおい待てよ、なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって？イエスね、ニック。さっきからそう言ってる。オーケー。言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。ニックがかくまってたんだ。目の大悟くんとは大悟くんさせてもらってたってわけ。ニックとは言ってもドライの関係では痛いんだけどさ、カムロ町産経作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。そんなこと言えるのニック尾形だけだわ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんて。それもすごいね。だってスマホの助けるなんて、スマホの使い方教えてもらって、まあ一番成果を一番法律で出資してもらっただけだからな。ニック楽しませてもらってただけで一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだよ。デート。デートってとこだね。おお、デート。今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟してね。わあ、ニック尾形、会社経営だけじゃなかったんだ、関わってくるの。すげえ。すげえ。ただものじゃなかったわ。と、じゃあ、ってことは、カムロ町で事業してるって言ってたから、カムロ町にはいたのかな。わあ、おやすさんと二人でいる。いやあ、18年待ったよ。そっちが先約だったのに悪いな、イチ。あ、まだデートしてなかった。星野会長とはもう40年ぶりだよ。ホッシー、そんなのから誘われちゃ断れねえからな。ホッシー、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程わきまえてなかったっつうかバカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて蒼天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑ってるみてえだな。近江の組員たちも町の堅気の皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。そうだね。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった幹部連中がいてね。奴らのメンツは
今回の一件で丸潰れ。下っ端じゃないもんね、幹部連中だもんね。騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。ここまで分かってやってんだもんな。そこまで見越しての計画だったんですか。いややれることやった結果ってだけの話だ。でも分かってるだろうな。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから親さんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。だしょうな。相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた。ブチ切れ、ブチ切れ案件でしょう。若からしてみたら、あいつの感触だけは、俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろマサトが俺に登場会を売るように迫ったことで。あ、もうずっと考えてたんだ私の兄貴は。その計画が早まったって見方もある。マサトは自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたものすべてを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おしによろしく。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先大家さんはどうする気なんですか。これから何を。大家さんがどうするんだろう。六代目は私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。真島建設みたいの作るのかな。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。パギの仕事をするんだな。体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのか、ね、一番ホールディングス来ますか。おやっさんすぐそこに会社があるんですけど、すぐ目の前に会社があるんです。おやっさん一番ホールディングスが。ならこれからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。いいし、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に行かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。一番その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いやお前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもね、いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんなら
また俺を子分にしてくださいよ。おやさ、内一お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。トラウマ？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。え？まさかがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんないっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。おやっさ、夢で見た話だった。まったく不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。でもこれでもう18年分のいろいろと話す時間ができたって考えるとよかったなと思うな。ホッシーによろしく、よろしく言ってってください、おやすさん。では出るんでメッセージをどうぞ。いいな。清流会の星。昨日どうだった？これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方。え？荒川の死体が。ちょっと待って、ちょっと待って、それはダメだ。ってバカ。バカでしょ。それはダメだ。よー、ワカじゃん。何、ワカじゃん。ダメだよ。ダメだって。13章、コインロッカーベイビー。うっせーがわかるのかな。うおー、ちょっとダメだって。で、ちょっと、あー、これはいかんって。影武者切ないですか、ハン様みたいな。影武者切はないですか。荒川真澄はゆべ、うちの親父と会食した後、一人で平安路を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことだ。撃たれたのか。犯人の目星は、解散させられた大見連合の残党。しぶりじゃん、高めの頭。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。うわ、無事だったのか。ああ、
あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが守りが強い最強の用心棒だそうですねなるほどあいつらがそうですねお前らも用心するんだな大見解散の最前線じゃない人たちがいるから向こうは大丈夫かおかしくねえぞ分かった春日にそう伝えとくいやちょっとでもダメですって落ち込みがもう半端ないよなんて声かけたらいいんだよこれ声かけらんないよこれは声かけられないって欲しいに連絡しろしかしあの近江連合のしかも次の後目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはなこれはとんだ裏切りですよ沢城の頭沢城さんそっか説明してるのかもともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは1にも2にも自らの組の存続のため島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだそんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞどう落とし前をつけるかって話なのかあの約束はどうなるってんだ荒川さんが近江連合のトップに立った後八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよご心配なく近江連合は解散させます西尾田くん新しい看板を掲げて存続させます関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っておりますこの落とし前をきっちりつけさせていただきますので今日のところはこちらでご容赦いただきたい近江の強権今回の解散騒動には出番がなかったからな大阪行ったの天道だけだったもんねダッシュケース一つってことは1億かな。開けて爆発したら面白いんだけど。まあね、あれですよ。手のひら来る早っ。これで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。金もらってちょっとよくすんじゃねえよ。続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればうるくるすぎるだろ手のひら。二代目荒川組さん。ありがとうございます。おかし、かしら？ああ壊れちゃったフフフフ何が筋だ極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが何だと今なんて言った沢城お前おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ東に集まった近江連合の連中を束ねてね無礼だぞお前荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうがやめろでもあ、おやすさんのこと言われたからガチ切れしてんのかなお前みたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ
何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。こーい、いや、こんなに無事切れたかしら初めてじゃない。ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。怖い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 。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや。東京近江連合先輩、応援かしら。あいつ死んだな。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだ。まあ、でもやっぱり。何が言いたいんや。おやすさん、やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺したやつのけじめ絶対に取らせてもらう。でもやっぱブチギレ。よく覚えとけ。おやす、荒川のおやすさんのことでブチギレてる。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。え、でも頭がやった。まあやった。今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。そう、なんか、いや、あの大阪に行くって話だった時に、おやすさんのことを言わなかったんだよね、沢城の頭は。待たせたな。だからなんか違う気がするんだよな、頭やってんの。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、事後報告じゃすんじゃねえみたいなこと若が言ってたけど、それがあったからどうけじめつけられてんだ。後ろの頭じゃない気がすんだよな。じゃあ指一本でどうだ。でも世間体的にはそれが筋が通ってるから文句ねえだろ。枯れるぜ。また見ることになるとば。くぜってるやつ。クソガキ、顔色変えないんだよ。変えずにくぜってんだよ親父。すごいよな。いや、こんな誰も声かけられないよ。鳴ってるよ、電話。見てらんないよね。星野だ。星。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか、ちゃんと飯を食えてるのか。いや、喉通らないよ。いえ、そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼、俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。北京ダック。ええ、でもそんな食べる気分じゃないよ。いいから来い。わかりました。おいしい。
ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。ああ、本日もか、本日も耳食えよ。あああの喧嘩あんなに楽しかったのに、あの喧嘩あんなに楽しかったのに。あ、こっちゃおう。あーあああああバイトドットコムの新しい受注が増えてたけど。それでは、カソカソリさんかな、こんばんは、来てくれてありがとう。バーバリアさん来てくれてありがとう。そうね、やび、いやマジでやび、闇上がりには話が重たすぎたよ。真島さんリベンジ、真島さん、冴島さんリベンジとか、いうレベル超えてたもんな。ああ、ああ、でもちょっとホッシー、ホッシーにだけ会い行こう。ホッシーに会いに行こう。ちょっと欲しいに話は聞きに行こう。あー、ずっとはーって言っちゃう。はーって言っちゃうよ。昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。あれ、緊張感はあっただろうしね。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。北京ダッグ食べてたのか。俺がそれ好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。欲しいにな。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。一回チャンスあったけど、カムロ町の平安楼でね。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが、断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ、そんなことが起きるとは思わないもんな。荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり、いや、若でしょ。解散させられて迷惑を被っている連中だ。大恥かかされた若の仕業でしょ。その中の誰が親さんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。東京近江連合、そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いから。若でしょ。新しい組織の連中が
おやさんを。でもそっか、あれも若だったら命令下すの頭か。今や表の世界も裏の世界も自在に操れる。でも頭やってる雰囲気じゃないんだよな。青木亮だ。そうだと思う。じゃあ大谷さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。あ、北京ダック。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。で、自然に考えると頭だよね、沢城の頭だよね。同じ光景、北京ダックであれ。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。欲しい。いやでもなんか、俺に銃は必要ありません。顔を仇を撃つ気はないと。いえ、おやさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。そうだね。じゃあどうする。持ちすぎた権力をっていう話してたもんな。極道が権力者の手駒になることを憂いていました。そうだね。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。大吾も同じ、大吾が言ってたもんね。それはね、極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そうだよね。そんなやり方、あの世のおやさんに顔向けできねえ。何年かけてこの日を迎えたんだもんね。若の目を覚まさせてやります。裏切り者っていうレッテルを貼ったままね。やります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちゃったよ。欲しいもね、ちょっと会長、そんな責任感じてくれてるんだろうな。どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れていくがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。高部の頭を連れてってもいいですか。会長の申し出はありがたいんですが。ダメですか。遠慮させていただきます。高部の頭ダメですか。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。高部の頭結構好きなんだよな。もう両小指ないけど、あの人戸塚にけじめつけさせられたって言ってたからな。ただいま。待っててくれたのか。どうだった。悪いな、俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ。北京ダックだけは今までに出なかったけど。元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやさんに怒られちまうからな。無理してない。一番それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米くん。久米に、なんでまた。若に引き合わせてもらうためさ。柵か。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。柵ここか。若とも繋がってるだろ。それは間違いねえが。いや、すったり会える。俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりの大安さんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。そうね。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。
よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？選挙か。衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。どこ？神奈川2区の場合は、ああ、伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。なるほどね、中心地か。今から行ってみようぜ。焼かれた目に皮しか食われないアヒルの呪い。ここにいっぱい並んでるけどね、北京ダック。未だに食えない北京ダック。でもあの北京で食べる、なんか北京ダックっていうと、そのアヒルの皮でその包みで包んで食べるのが、まあ一般的に言われる北京ダックなんですけど、あの北京の高級店とかに行くと、北京ダックって別にその皮だけじゃなくて全部出てくるんですよ。皮と身とで身もどの部位みたいな感じで出てくるんで、皮だけじゃなくてちゃんとね、身も食べるんですよね。また本気でやってん。ほら来いよ。おわおわ。2回目に合わせますよ。俺の番だな。よいしょ。伊勢崎ロード、あ、ここか。あ、ここで行ったら近いな。肉もうまい種類のアヒルが、そうかもしれないね。なんかあの、なんだろう、鶏肉のなんかもも肉で、皮だけなのと皮付きと肉だけの3種類が出てきて、で巻いて食べたりとか、まあ、そのまま食べたりとかみたいな感じで、あ、通るたびにね、ちゃんとここもね植えてるんだ。梅くんに会えるか。あ、いる、いるいる。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった。人気あるじゃん。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な役割を隣のいるやつを帯連合か。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。そうだね。悪事も知らずにか。そう考えると、近江連合全国のブリーチジャパンの支部の人たちって思ってたもんね。同情してる場合ではないですよ。これで近づける？いそう。いける？おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。
ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え、すまない。あれ、これどうしても、え、わかんない SP じゃん。あんたどこかで、と安全装置がつってまんまと騙されて足立さんに銃奪われたやつじゃん。こいつだけじゃなく、周りもみんな大見だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。こっちのセリフじゃこら。今はもう大見に対して容赦しないからね、こっちの。特に一番は。私の番ですね。てるとてる、容赦しない、容赦しないですよ。ちょっと容赦しないから。もうレーザーを呼ぶ指なんか軽いからね。すぐ呼んじゃうから。ついでにクメも巻き込め、クメくんも巻き込んでしまえ。さらに強くなれましたね。強くなったか。クメ巻き込んだ？あー巻き込んでないか、クメっち。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。クメの演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどホームページがわかるわけないだろ。一番がクメに近づくことは一歩たりともできへんで。もう一回サテライトレーザー見舞いしてやろうか。どういう意味だ。クメを当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。そんなとこから見てんの。食べろ赤牛丸。わしにも把握しきれんほど近江組員が異人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。おかサテライトレーザー撃っとく。常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。すごい偶然。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。それっぽいこと言ってんな若。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。一番ホールディングスの株主総会来てなかった。地方自治は学生の遊びだということですか。いやそうは言ってないが。さあそれではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。あかっ、え、 80% あんの。幹事長支持率を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのがカムロ町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。ほぼおやっさんやろ。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東上会が壊滅したからって
カムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦、果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われている。あ、血は流れてるじゃんって言いたいのね。現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。おやっさんが死んでること、ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。ブリーチジャパンの活動1ミリも使ってない気がするけどな。ブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。久米君が彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。ちょっとまだブリーチジャパンの社長のあれは残ってんだな。漂白しますっつってその決め台詞みたいなのは未だに使ってるんだな。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？正面からも行かれないよね。ああさっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。惜しい。なんか外であの初めてじゃない星。お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。そうです。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて、会長はどうしてここに。さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え、なんかもらうものあったっけ。欲しいから。で会長、俺に渡し忘れたものって言ったへん。俺に頼み事をしてたけんだよ。忘れたんじゃ。ああ忘れてた。頼み事忘れてる。入ってきた300万。は、立候補者。久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろ。見つかったんですか、青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだ。やっぱ尾道雄だよ。いなかったか。でも桐生さんにお願いして尾道雄入ってもらおうよ。え、アイデアって何です。尾道雄春日、お前が出馬しろ。はぁ、あ、元極道の前科者だけど大丈夫。もう少し早く思いつけよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。荒木さんあたりの方がいいんじゃないの。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はあ、それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。なるほどね。久米を捕まえるチャンス。久米に近づく。立候補者は狭い選挙区の中で口実を作るのか。演説をやるわけだ。成功法でいくわけか。対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが。そうだよね、邪険にできないもんね。見たことあるだろう。
接触できる大チャンスだぞ。権利したら印象下がっちゃうもん。俺が立候補すれば久米と接触できる。廉価者の久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。無所属で出るわけだもんね。もしお前が握手を求めた時、そうか、久米はお前を無視ができねえ。そうだよ、印象下がっちゃうもんね。当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんとな、怖い。悪い評判ってのはすぐに SNS とかに広まっちゃうもんね。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった、うん、でもでもその前に今日お前が望むことは久米との接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。そうだけど、うーん、少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないか。うわあ、すごい決断を今させるのか。俺出ます。出る。マジかよ。でも法律的には問題ない、合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。確かに。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。走んの。場所聞いて。選挙管理事務所ってどこっすか。聞いた。よかった。馬車街道にある西浜ビルの中で。西浜ビル。あざす。どこ。俺の強力なコネで超屈強な男たちをデリバリーできる権利を入手したぞ。気になったらちょっと顔出してくれよ。どこの話。ここだ。とりあえず出馬が先じゃー。出馬が先じゃー。300万握りしめて。300万握りしめて。いやまあ、300万使って久米に合う口実を作るってことか。ここだ。間に合った？うー、疲れた。あんなにたくさんの書類にサインしなきゃなんねえなんてよ。当たり前でしょ？学級委員長に立候補するとわけが違うんだから。何はともあれ、間に合ってよかったですね。職員の顔見たか？ありゃ相当切れてたぜ。締め切り1分前の届け出なんて前代未聞だろうしな。ま、何せの結果オーライだ。よかった、1分前だったんだ。結果も何もまだ届け出が済んだだけでしょ？明日から選挙活動が始まるのよ。でも、久米に近づくための立候補だしな。活動なんてしなくてもいいんじゃねえか。ダメよ。ダメよ。久米と世間から立候補者として認識されないと、この作戦うまくいかないのよ。それもそうか。しかし、選挙活動ってもう何すりゃいいんだ。俺たち選挙カーどころかマイクもねえんじゃねえか。ガッチャーの言う通りだ。そこは真面目にやんなきゃまずいと思うぜ。ま、明日考えようぜ。だな。一番ホールディングスの資金力で
SP 若い SP サバイバーに帰れたって。そうか、そうか、やることが、ちょっとずっと放置してたそこの、サブストーリーやっちゃおうかな。だってね、命はない、相手がならないんじゃない。さて、命はないのはこっちの話です。さて、あ、よいしょ、さっちゃん、これだね、サブストーリー。あのさ、どっか悪いのか。おい、大丈夫か、おさ。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび、あおい、相当だな。気すんなよ、そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね、休むわけにもいかないんだ。おおやばい、死ぬかもしれん、死にそうだ。おいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし、本当でも同じような動作って結構あるよ。なかなか見つからないし、これ一番が、の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。これは交通量巧み、これは交通量調査、春日谷社長がやる流れですから。君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。なに、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えるんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。野鳥の会、どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。その口だけでよかったんじゃない。実演いらなかったんじゃない。何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールが分かったところで、早速交通量調査をやってみよう。やってみよう。ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな、カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。カウントしたくて仕方がないんだ。頼むよ、生かしたパーマ君。髪の毛関係ねえだろう。いじるな、いじるな。いじるな。こう言ってるか、交通量調査か、どうするかな。やってみよう。ね、やってみるか。本当かい？いやー、助かるよ。君、名前は？春日社長です。一番ホールディングスの社長をやっています。いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやるために生まれてきた。30年。やるためだけに生まれてきた人みたいな名前をつけてるな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない、ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえ。これは嬉しい称号。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなにひどい腱鞘炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、
力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね。ここ多いよね、人も交通量も多い。カチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。パウロ親指だけだけどな。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああそうさ、この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをトラックなのか自家用車なのかみたいな、団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。練習、ああいつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。どっちか判断つかねえとか通るなよ。1 2 3 4。なるほど、カチカチさせてくんない。へえ、パースが君グッドじゃないか。しっかりカウントできてるよ。えまあな。それじゃ謝礼を渡そうか。1万円くれた。マジか。少しの間だってね、こんなにもらえるのか。うちの職場はホワイトだからね、レクチャーの時間にも時給が発生していたんだよ。交通調査員はまだまだ奥が深いんだ。次回はもう少し難しいことを教えるよ。これ以上難しくなるのか。こんな簡単じゃ検証員にはならないよ。次回はお給料ももう少し上がるからね。またぜひまた手伝いに来てくれ。お、気が向いたらまた世話になるぜ。続くやつだ。続くやつだ。続きができるぞ。やあ、笠川くん、また会ったね。交通量調査、また手伝ってくれるのかい？ああ。おう、ちょっとやっていくぜ。ありがとう。ありがとう、笠川くん。助かるよ。じゃあ今日は女性を数えてみようか。20秒間で女性が通った人数をカウントしてくれ。女性。1 2 3 4 5 6 7。なるほど、7人。ふう、これで終わりかな。どうもお疲れ様。カズトリキを見せて、カズトリキ見せてほしいな。パーサカ君グッドじゃないか。しっかりカウントできてるよ。我ながら慣れてきたのがよくわかるぜ。それじゃ謝礼を渡そうか。私が若い頃はパスカ君ほど物覚えが良くなくてね。それも現場監督に たくさん叱られたよ。一野のおっさんは30年これをやってるんだもんな。うん、そうだよ、よく覚えていたね。30年もの間この横浜を陰で支えてきたんだ。家に帰れば情けないし親父だが、これだけは誇りなんだよ。誇りか、かっこいいじゃねえか。さすがミスター交通量調査だな。そうまじまじと言われると照れるな。笠川君は本当に飲み込みが早いから、次回でノウハウを全部教えられるはずだよ。まだあったのかよ。でもなかなかハマってきただろ。次回お給料ももっと上がるからね。ぜひまた手伝いに来てくれ。へいへい、また来るぜ。まだある。いや笠川君、また会ったね。手伝ってくれますか。おう、ちょっとやっていくぜ。ありがとう。ありがとう、カスカ君。助かるよ。今日はさらに難しいカウントに挑戦しよう。15秒間、男女をそれぞれ数えてもらうよ。今日は道が特に賑やかだから、頑張ってね。今までで一番難しそうだな。とりあえず、やってみるか。
わかんない、もう、もうわかんなくなっちゃった。なるほど。ヤッピーに聞い取られちゃったよ。ちょっと、男性あんまり通らなかった気がする。やっやっぴー、わこれぐらい。ちょっと適当すぎたわ。ちょっと待って。ああ。おお。ヤッピーです。なるほど。いや、ヤッピーですってなんでヤッピーいちいち挨拶するの？これじゃ？ありがとう春日君。あってたー。完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。結局5万ぐらいくれたね。それにしても随分賑やかで指が疲れたぜ。この辺りは当時も通ってたしさ。数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。急に難易度が上がって。ここの交通量調査が好きなんだ。今までは気にしたことなかったけど。よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ。引き継がないよ。うちののおっさんまだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。なんか重たい。どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろと。ドクターストップがかかってる。止められてしまったんだ。そんな。何？心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。ただ一番本日の社長は忙しいですよ。交通量調査をやってみてどう思ったかね。これから出馬するんだから。それはまあ地味なのに意外と難しくて気づいたら無気になっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。見届けてるんだな。だからこれからは自分が楽しんだ分後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには胃が重すぎるけどよ。忙しいからな。春日君これを。ん？年金の入った数取り機。それは私の意思を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお風呂なんだ。意思を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことでその記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。このバイト一番ホールディングスから派遣する。若者の回収ができなくなったら怒りとか言ってもらう。仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え、おっと急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。一番ホールディングスで忙しいんだよ。それじゃバイビー。急に耳が遠くなるな。
しまった。ったく、何だってんだよ。だが、交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事が、この町を支えてるのかもな。影の仕事ってことだな。タッタラタッタッタ。とはいえさ、これから出馬しようとしてる一番ホールディングスの社長はさ、そんな、そんな仕事をしてる暇は1ミリもないわけですよ。だから、一番ホールディングスから派遣するんで、怒りあたりを。そう、それで、昨日来てたあれは、あれなんだね、登場会の大門の話なんだね。登場会の大門ね、ちょっと一回ね、あの、用心棒の武器をね、作りたくてね、一回交換しちゃったんで、あんまり残ってないかも。どれくらい残ってんだろう。カムロップ。あ、いたいたいた、カムロップ。やばー、団子と、渡瀬の兄貴じゃん。そう、これをね、交換しちゃったんですよ、一回。あの、極みのあれを作るために、名刀桜吹雪がね、素材として必要だったんで、一回これが。あー、大悟、とりあえずでも、大悟、交換したい。また、うわあ、やばー、ここやばーやばー、ここにさらに渡瀬の兄貴も入るんでしょ。最強だね。あ、そうそうそう。そういえばね、見つけてね、進めないでね、置いといて一個ね、サブストーリーがあるんですよ。バイトクエストの、これ、ロブソンちゃんは他の猫とは違い、一筋縄ではいかないかもしれません。これがね、ここでね、虫取りしてたらね、見つけたんですよね。ほらほら、ここ。こっち向いて。あ、かわいいね。虫取りで走り回ってた時に見つけたんですよ。こいつがヒロウさんの言ってたロブソンちゃんか。こんなところにいたとはな。やっと見つけたぜ。あんまり飼い主さんに心配かけんなよって言ったところで伝わらねえか。この、この辺をずーっとね、うろちょろして虫をね、取ってたらね、にゃんって声が聞こえてね、見つけたんですよ。やっぱちょっとロブソン可愛かった。これで、見つけたから、私に行けばいいのかな？疲労に。やべえやついたけど、虫取ったら消えちゃったわ。ついでに私に行っちゃおうかな。散っていこうと思ったけど、ちょっと遠いか。どっちか待って、それでは。
ロブソンちゃんのあれを。ロブソンちゃん、あ、痛かった。失礼。捕まえるのは大変だったぜ。なかなか見つからなかったからな。ありがとうございます。ありがとうございました、春日さん。でもすっかりたくましくなったな、ロブソンちゃん。そうだ。この子ならきっとあなたの役に立ってくれるはずです。役に立ってくれるはずです？ん？俺の？ええ。春日さんはバイトヒーローの中でも、体罰と過酷な依頼もたくさんこなしていますからね。猫の手も借りたいほど困ったことがあったら、ぜひこのロブソンちゃんも呼んでください。いいとこにいるな、ロブソン。仕事ならんとこにいるね。猫だけにね。くくく。あ、そういうことか。さ、おいで、ロブソンちゃん。久しぶりの熱い抱擁を。全然ついてない。一番には、あ、一番にお腹出してくれんの。かわいいね。かわいいね。ロブソンちゃん、私よりその男の方がいいっていいのかい？まあ、元気出せよ。な。うん、ロブソンちゃん、そんな、ちょっと私、旅に出ます。いや、あんたは町の平和を守ってくれよ。かっこいいところ見せたら、ロブソンちゃんもついてきてくれるって。それ、いやぁ。ええ。そうですよね。私ったら弱気になっていけないいけない。それでは、みんなで力を合わせて、これからも街の平和を守っていきましょう。みんな集まってきた！かわいい。猫集めみたいになってる。そういうことか。デリヘルだったか。スーパー猫パンチ。街で噂のやんちゃ猫の本気をお見せするサービス。肉食獣を思わせる勢いで敵全体を襲いかかります。シマノの狂犬によるドス切りの、ドス切りつけサービス。無数のドスと雷を敵全体お見舞いします。極道18人殺しの男によるマンホールの蓋の投影サービス。どんなサービスやねん。巻き起こる竜巻の力で敵全体を一網打尽にし、防御の力も奪うことでしょう。元六代目会長の登場会本部へのご招待サービス。怖えあの世から極道たちを呼び、敵全体で射撃をします。確率で。あの世から極道たちを呼び、何？霊能力者になったの？大悟。歴代の、風間のおやすさんとかかな？寺会長とかかな？面白い。あとはこことか、バイトヒーロー .com のがあったけど、まあ、サバイバーに、とりあえず。ああ見て、ここ、ブリジャパのとこだから、クメの、あれあれ、ブリジャパなくなってる。ここ2階にね、ブリーチジャパンってあったんだよ、ちょっと前まで。ブリジャパじゃなくて、ここ選挙本部になったから、ブリジャパの看板外してんのかな？でも、ああ、ああ、選挙本部の前で爆弾投げとくわ。電気本部の前でちょっとろうそくサービスしとくね。俺の番だな、見せてやるよ。
だ。うん、あれ、あれ違う、旗がなくなったと思ったら旗なくなっちゃった、疲れた、旗なくなったと思ったら引かれちゃったじゃん。え、燃やした、私燃やしました、旗。ちょっと待って、一回旗旗旗旗旗消えた燃やしちゃったか。おんぶ。ここがやっぱブリーチジャパンの横浜支部だったから、あそこがあれなんですね。あ、じゃあちょっとケーキ好きに高級レストランでご飯でも食べようかな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。なんかあるか。わあ、このエビとウニの前菜すごい美味しい。エビと絶対日本酒と合うよ。日本酒、日本酒、さっちゃないよ。お店考えて、ドリンクのリスト見せて。ワインしかないじゃない、さっちゃ。まあここはフレンチ店だからな。知ってるわよ、さっきも飲んだし。でも今私は日本酒が飲みたいのよ。ちょっと一番買ってきてよ、カップ酒でもいいから。フレンチ店でカップ酒飲もうとするな。なんかめんどくさい感じになってる。つかカップ酒とか買ってこれるわけねえだろ。じゃあ作ってよ日本酒、ここで待ってるから。なんでかかると思ってるんだ。むちゃくちゃ言うなよ。たくん、ほらこの水でも飲んでちょっとは良い。寝たって寝てるし、自由すぎるだろう、さっちゃん。最後寝るとは思わなかったな。最後寝るとは思わなかったな。ありがとうございました。たちの悪い酔っ払い、いや本当にね。まあ、いい言い方をすると、すごいいい言い方をすると、心を許してるのかな。心を許してるってことかな。邪魔だよ、私が相手で。またいい女になっちゃった。沢村はるかさん16歳の時のアイドル衣装を着せてるんだけどね。というわけで、いやーちょっと真島さん、真島のリベンジから始まり、オーミット登場会の解散で、しかも名を捨てた男までも出てきて一世一代の大喧嘩をした直後に、おやっさんがなー、おやっさんがなぁ、あんなことになるとは思わなかったもんなぁ。あー、いやーちょっと一気にいろんなことが起きましたね。一気にいろんなことが起きましたが、今日はここまでにしておこうかなと思います。
はい。はい、というわけで今日はここまででしたいと思います。また明日続きやろうかなと思います。ちょっと明日、また同じぐらいの時間かな。ああ。いや、本当にね、このシリーズはね、まあ、作品的にしょうがないんだろうけどね。いや、でももうちょっと一番とは話をさせてあげたかったなぁ。せめてね、デートを叶えてあげたかったね。あれが本当に心残りだよね。はい、というわけで今日はここまでです。また明日続きをやりたいと思います。はい、というわけで。皆様来ていただいてありがとうございました。落ち葉のあめさん、おつらき来てくれてありがとう。ちょっとここからまた選挙、今度はね、久米と対抗した選挙の話になっていくんですね。はい。ちゃんちゃやきさんもおつらきでした。ありがとうございます。みーくんさんもお疲れ様でした。そう、レベルが随分、私がコロナで、休んでる間の成果が出ておりますね。野村さんおつなぎです。来てくれてありがとう。小林さんお疲れ。またね来てくれてありがとう。というわけで、また続きは明日、選挙の続きを追っていきたいと思います。はい、というわけで、来てくれてありがとうございました。コメントもいつもたくさんありがとうございます。ではでは、おやすみなさい。またねー。